自民党の憲法改正推進本部は9条の自衛隊明記について議論しましたが、意見の集約には至りませんでした。今月中旬に2項に絞り、意見の集約を行うことにしています。会合では焦点の自衛隊の明記について、党所属の国会議員から募ったおよそ120の条文案について議論を行いました。戦力を持たないと定めた9条2項を維持して自衛隊を明記する案や、自衛隊ではなく自衛権を明記する案が示されました。この他にも2項を削除した上で自衛隊の位置づけを明確にする案など、いくつかに分類したものが示されました。執行部は今月中旬に2項を維持する条文案と削除する条文案を提示して、意見の集約を図りたい考えです。